さんこんにちは、イマンです。この動画へようこそお越しくださいました。皆様いつも本当にどうもありがとうございます。いつも心から感謝をいたしております。本日のテーマなんですけれども、そうですね、いくつかリクエストを頂戴しているんですけれども、そしてリクエストノートに書いてございますが、私の気持ちの中で、あ、これを占いたいと感じたことを最優先させていただいております。その時にということですね。このタロットテーブルに向かった時に、あ、これが占いたいっていうふうに感じたものを占わせていただいております。あと、タイミングをちょっと見計らっているテーマもございます。で、本日なんですけれども、本日は何を占わせていただこうかなとこう思ったところへ、ぴったりのタイミングでリクエストを頂戴したんです。で、このあまりにもこの何を占わせていただこうかな、これをお願いしますっていう、これがもうあまりにもタイミングが良かったものですから、そちらを占わせていただくことにいたしました。で、そのテーマは、アーミヤ家廃墟の法則と言われていることを、アートキーはどう感じているのか、あと971はどう感じているのかということでございます。971に関しましては集合意識になると思います。一番強い思いっていうのが現れてくると思います。で、ご視聴者様は例えば今なんですけども、大雨とか、地震とか台風とか、もう大変な天災が起こっております。そういうことに対してもこう罪悪感のかけらもないのかということだったんですけれども、私が引かせていただく時には、アーミヤ家廃墟の法則と言われていることをどう感じているのかというふうに、聞いております。はい、それでは、まずはアートキーもね、最近このアーミヤということすら嫌になってきたんですよ。何がミヤですか、もう言いたくもないですよ、もう思ってもおりませんし。なのでアートキーというふうに申し上げます。アートキーはどう感じているのかです。負債として聞いております。こちらね、思念とか、あとはカードに聞くという設定は今日はいたしておりません。はい、ちょっとニュートラルというか柔軟な感じでございます。正位置ですね。さすがですね。なんかアートキーになると、これがね、本当にね、おまるに見えますよ、全く。このカードが示していることはですよ、自分たちが直面している問題について真面目に考えるということがないんです。真剣に考えるということがないんです。欠如しているという言い方もできるんですけれども、これほぼないです。なので、今ちょっともう、こうお話しさせていただこうかなと思ったことがあったんですけども、これは私の意見になりますので、ちょっと今やめておきます。で、これはね、自分たちが受けるに値するものを放棄しがちという意味があるんです。でもね、これに関しましてはいい意味ではないです。受けるに値するものというのは罰です、報いです。罰というよりも報いですね。報い、それをこう放棄しがち、そんな風に出ています。ということは、本来であればこれを報いと捉えることができるんですよね、廃墟の法則を。でもそういうことは考えないんです。そういう風には思わない。あと、自分自身を見限りがちっていうのがあるんです。所詮こんなもんだというのが心の奥深くにございます。これは我々がこの二人に対して思っているのと同じことなんです。それがもうね、心の奥深くにはしっかりとあります。自分たちというのは所詮こんなもんだっていうのがあります。でね、これどういう人を表すかというと、もうね、己の冷静というものを高めることを放棄して、もう己のこの対面を傷つけ、
もう信用とか評判も落として、でもそんな己を簡単に許して、それによって一味を嬉しがらせて一味の欲望を満足させがちな人、そんな感じなんですよ。もう己を高めること、うん、もうはっきりしているのは己の冷静です。これは人間としてというよりも、もう魂の冷静です。それを高めることはもう放棄してるんです。まあ、魔物に乗っ取られているという言い方がぴったりだと思うんですけれども、それなのでこの、アーミヤとかね、自分たち、ね、自分自身、そういうもののもう対面を傷つけること、自分の信用とか評判を落とすこと、そんなことはどうでもよくなっている。もうなんかそうやって落ちていっている自分を簡単に許してしまっている。あ、これではいけないとは思わないんですよね。思えないんです。でそれによって喜ぶ一味がいるんですよ。なんかこれも同じ魔物なんですよ。そういうふうに己の冷静を高めることを放棄した2人、ね、そのおかげによって自分たちの欲望を満足させている一味がいるってことなんですよね。1枚目ね、これとっても深いです。そういうことを表しているので、これ1枚だけ見ても罪悪感というものはないです。まあ一番来るのは所詮自分たちはこんなもんだと、そういう感じなんですよね。こうなっているとレッドカーペットですよね。10番逆です。これは失敗不成功なんですよ。成功すればこれなんです、レッドカーペットなんですよ。でも失敗、要は不成功、そうだ、天災が起こっているとか、そういうことに対しても罪悪感みたいな、こう恐れというかね、あの畏敬の意と書くあの恐れとか、そういうものはないんですよ。ただあ失敗したと、不成功だったなっていう感じ、なんかね、人事なんです、人事なんです。だから例えばそのじゃあ産屋にしましょう。産屋にしてもあ失敗したと、不成功だったと、あいつら運ないなって、こんな感じなんです。運のなさが出てるんですけど、自分たちじゃないんですよ。あいつら運ないなみたいな、であいつらがハマったなって感じなんです。廃墟側がハマったなって感じなんです。でそれによってあここ失敗したから、では次何か新たな目標、次の目標を求めるんですよ。じゃあ次あっち行こうっていう感じなんです。次いきます。あ26番逆、これね、目覚めたっていう風に取れればとっても嬉しいんですけど、全然違うんです。これね、これは例えば国民とか、それかもしかしたらですよ、もしかしたら一味かもしれないんですけど、私はねこれ国民じゃないかなと思うんですよ、あのね、苦痛な気づきの懸念なんです。要は国民今まで眠ってたんです。でここで操られていたんですよ。情報操作、印象操作もそうですけれども、もうあらゆることですよ、もうね、そういうのもここではいちいちこのことこのことっていうふうに言いませんけれども、政治的なことでもね、もうねこう操られてるんです。したらそうだったんです。でも今ここで恐れているのは、その国民が目を覚ますことなんです。でその懸念が出てるんです。この廃墟の法則って言われているっていうことは、ということはですよ、現実的な視点を持ったなと、国民が持ったなと。でほどなくして国民はもう何が現実で何が心象、要はイメージに過ぎなかったかということに気づくだろう。要はこれまで自分たちが様付けで呼ばれてきたような、ね、まあ、一部アホな昭信はいますけれども、まあ、それは置いておきましてですよ、ね、まあ、昭信が目を覚ますんじゃないかと心配しているようには思いませんが、まあ、国民が目を覚ます、ね、このイメージが
偽物であったということ、単なる妄想であったということに気づいて現実に戻っていく、それが怖いんですよ。その懸念、妄想を認識してもう夢から覚めて現実に戻っていく、それが怖い、不安、なぜか今まで騙してきたしごまかしてきたからなんですよ。でそれが出ている。なのでアーミヤ家廃墟の法則って言われているってことはもう目覚めたってことなんですよね。気づいたってことなんですよ。それをがここに出てます。あ、4番敵ね、罪悪感のかけらもないんですよ。本当に情けないぐらい、情けないって言葉も合いませんね。ちょっとこれ私の口癖みたいになってますね。なんかね、もうね、これどうしようもないです。もう敵だと思ってるんです。もう廃墟の法則なんて言っている者たちは本当に敵である。もうね、もう嫌いな敵、逆に軽蔑している敵、自分たちがですよ、軽蔑している敵で、陰でアーミヤ家が不利になるようにそういうふうに仕向けていると感じている。でもう強いこう反対とか、もう怒りに満ちた反感です。敵意が出ています。で廃墟の法則なんて言っている者たちのことは信頼できない対戦相手である反対者だと思っているんです。それが出てます。エクレジアスティックですね。ギフト、ベイビー、まあ、このベイビーは H 君のことなのかもしれないですけれども、これはね、廃墟の法則って言われていること自体が、この自分たちが認めるものを超えて罪を負わされているって思ってるんですよ。なので例えばですけれどもって言って何度も出しますが、例えばあの産小屋のことは確かにあれはちょっと自分たちが関係していたなと思っていたとしましょう、ね、でもなんで大雨のことまで自分たちのせいにされなきゃいけないのかと、そんな感じなんですよ。そんな感じ、全く自分たちのせいではないと思っている、自覚がないですね。でこれはもうまさしくこの廃墟になっていった者たちなんですよ。こうプレゼントを送ったりもらったり、プレゼントですよ、を送ったりもらったりする仲間にもっと注意を払わなければいけないなと。それもね、なんかね、よく見てあげなきゃいけないなっていう、そういう思いじゃないんですよ。もう注意を払わなければと、またこんな失敗しやがるみたいな感じなんですよ。もうね、それともうね、あまりにも身勝手で、この夫妻がですよ、アーとキーがですよ、あまりにも身勝手で、もうね、お金さえ得られれば他者を助ける、そんな夫婦なんですよ、ということをカードが言っています。でこれも、まあ、H 君のこともそうなんですけれども、イコール、まあ、イコールですよ、もう新しいビジネス計画、もうそればっかりです。 H 君のことも、 H 君がそうなれば新しいビジネス計画はもうどん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 進みますよね。そういうことなんですよ。だからこのアーミヤ家廃墟の法則と言われていることに対してはもう認める量を超えてもう罪を負わされているっていう、そういう感じです。で失敗不成功は相手が悪いんだと、もっと注意しなきゃいけないなっていう感じなんです。サディスファクション出てますね。ライトネス、これ何？インビテーション・トゥ・ザ・カントリー出てますね。これ何か自分たちの必要とか要求というものは実現された満足感が出てるんですよね。でこちらは、軽率、軽はずみ、軽さが出てる。そして国への招待なんですよね。必要や要求は実現された
満足感が出ている。だから例えば廃墟になったとしても自分たちの必要や要求はもう実現された後だと、ね、そういう感じ。この軽率さっていうのは相手が軽率だってことなんですかね。自分たちが軽率だったと思わないですよ。だって満足してるんですもん。で、嫌なのはこれなんですよ。国への招待ってこれ何ですか。何でしょうねこれ。どこの国、日本へ招待するっていう意味なのか、例えばお隣の国、うわー、なんでこれが出たんだろう。ものすごくこれね、意味がありますよ。でもちょっと今このことだっていうふうに思わないな。うん、廃墟の法則、廃墟になる国への招待、軽率軽はずみ、国への招待をした人物が廃墟になっているのかという考え方もできますよね。それかこうなった後で国への招待をする、なんか重いな。廃墟の法則でしょ。ちょっとこれはね、もう本当に保留でお願いいたします。ソルジャーウェイティング、ソルジャー、これはね、これは陛下ですね、うん、もうね、こう銃を構えて守り戦っておられる状態なんですよね。構えておられる感じ、じっとこの真剣な目で。で、これは待っているといっても、ただ待っているのではなく、時期を見ているとか満を持す、もう弓矢を引いて構えている状態なんですよ。満を持すっていうのは、なのでこれ一緒なんですよ。銃口光年もう向けているんです。まあ、覗いてはいないですけど、持って立っておられるような状態で、頭を抱えている、試作している、いろいろ考え、これはどうしようと考えているアートキーではなく、これね、なんか陛下のお姿なんですよね。この廃墟の法則になっていっていることに対して陛下がこんな風に考えておられるっていうのが出てます。それを考えているんです、アートキーは。この廃墟の法則になっていっている状態、その廃墟になってしまった人たちとか、そのこの国、ね、その、天災受けている被災者の皆様とか、大切な国民のことを考えておられる、そういう感じですね。ということは、陛下は宮家廃墟の法則をご存知ということなんですかね。ね、はい、では次いきます。971はどう感じているかでございます。わあ、15番正位置、これね、この絵の通りなんですよね。ちょっと見てくださいね。ね、これはね、たっぷりと与えるってことなんです。それとたっぷりと与えられた人なんです。なので、これね、これはその天災についてではなく、廃墟になった人たちのことかもしれないですね、うん、これね、それかアートキーのことかな、うん、アートキーのことを、たっぷりと与えられた人と思っているのかな。継承という意味もあるんです、受け継ぐ。あとね、かなりの金銭的利益、相当な利益です。それと昇給とか予期せぬ源からの気前よさ、親切さっていうのがあるんです。なのでこれね、はっきり申しまして、
971の中にこういう人間はいます。そういう人間がいます。与えられた人です。例えば昇級、ね、予期せぬ源からの気前よさと親切さをたっぷりと与えられた人、かなりの金銭的利益があった人が971の中にいます。これ集合意識の中で出てきているのでかなり強いものだと思います。でもそれがこのカードが全てそれを表しているかというとそうではないんですよ。そうではないんです。廃墟の法則になった人、ね、なってしまった、その廃墟になった人たちのこともそういうふうに思ってるのかもしれないですね。あ、たっぷり与えられた人だ、うん、与えた人だとか、アートキーにね、うん、これどんな人かというと、受け取る者の評判名声を守るために密かに匿名で与えることを好む人なんですよ。密かに匿名で与える。なのでアートキーが受け取っている、それを客観的に見ているっていうのと、相手も受け取っている、そして自分たちも、これね、感じるのでそのままお伝えします。自分たちもそういう人がいます。います。まただ、一緒なんですよ。これ見てください。ほら、ほらほら。ね。これ、同じなんです。これ。これ結構強いですね。これは仕事を通じてお金を稼ぐなんですよ。なのでちょっとこの天才は置いておきまして、廃墟の法則になった人っていうのは仕事っていうふうになってるんですよね。だからアートキーが公務公務と言って、ご公務ご公務と言って出かけていく、それなんですよ。それでお金を稼いでいる、商取引、ビジネスの取引があるんです。それで得たお金、あとね、良い暮らしをするっていうのがあるんです。勝ち組で儲かるキャリア、だからこれはそういうふうにして、そのためにアートキーにこう来ている人たち、群がる人たちというか、利用しようとする人たち、ね、そういうのもありますね。勝ち組で儲かるキャリア、でもね、これ971の中にもいるんですよ。それが勝ち組で儲かるキャリアなんですよ。でもうね、裕福な人、これもうお金です。カリスマ的でお金の儲け方を知る人、でも他者を踏みつけにしてひどい仕打ち、ひどい扱いをするので注意しなければいけない、そんな人。あとはこの中には、キャリアマン、キャリアウーマンと呼ばれる人たちで、人並みな暮らし、それをする人々っていうのもちょっと出てきてるんです、ここに。それなので、あのね、こういうことをずっと、もうなんていうかな、仕方ないですよ。それはサラリーマンですので、ね、サラリーマンの悲哀というものはある。それはよくわかります。ましてや、ここに入り込むと、すごくね、身の危険もあると思うんですよ。そういうのもあると思うんです。なので、仕方がないとは思いますけれども、なんかね、これを他人事として見ているところ、人事として見ているっていうことが、もうね、罪ですね。そう思います。残念ながらですけれども、わかりますよ。理解できるんです。私ももしここにこの立場でいたら、もう何もできない。そんな感じになるっていうのはわかるんです。わかるんですけれども、なので非難ではないんですけれども、でもこれは罪になります。自分の背負う因果です。これ。廃墟をね、人事として見てはいけない立場なんですよね。でも人事として見てるんです。出ましたね。お前はもう負けているですね。これはアートキーを不運をもたらす人だと思っています。感じています。悪運を招く人。もうそのままです。廃墟。他者から気を吸い取る人。気というのは、もうね、気を使わせるとかそういうこともございますし、あとは、忖度、余計な気を回させるとか、気がつく、そういう気ですよ。そういう気、
まあ、お金も含みますけれども気を吸い取る人です、うん、あともう信頼できない人、あとねその廃墟になった人たちもだと思うんですけれども、コネを利用する人、裏から手を回す人、そして黒幕となる人、そういうのが出てます。コネを利用する人たち、利用した挙句がこれだって感じなんですよね。でもうどこへも行けない、そしてもうさらされている、この人ですよっていうのはもう分かって、もうこう一目瞭然になっている、見えるんですよ我々、これが誰か分かりますよね。本人ここで隠れていても見えるんです、これ透けてるので。で逃げられないように、隠れることもできないように止められている、そういうふうに見ているんです。アートキーのことも廃墟になった人たちのことも見ているんです。廃墟になった人たちっていうのは必ずしもその人たちが悪いことをしているわけではないですよね。そのアートキーが利用しに行った先なんですよね。なんでこんなことが起こるのってことになってしまう。なのでその人たちが悪いわけではない、でも中には本当にこうなっている人たちもいるってことなんですね。でそちらの方に意識がいっていると思います。また出ましたよ、ね、同じカードですよ。もうね扉は開かないんです。もうこれこそがもう廃墟ですよ、うん、これは何かごく一部での達成を表すんです。ポジティブな出来事とかポジティブな進展は多くのエネルギーを費やして尽力した後にだけ起こるだろうと思っているんです。でごく一部の成功と思ってるんです。なのでですよ、これも天才は置いておきまして、この廃墟の法則という、このこういうふうに噂がうわー立つこと、はい、廃墟の法則、阿弥陀家廃墟の法則、あの人間と関わるとろくなことがない、そういうふうに言われていることは少し成功だと思ってるんです、達成していると、うん、でおそらくこのポジティブな出来事ポジティブな進展というのは、私は、立体師利宮愛子内親王殿下の立体師のことかなと思うんです、うん、そういうポジティブな出来事進展というのは大きなエネルギーを費やして尽力した後にだけ起こるだろうと思っておられる、そんな感じがしますこれ、うん、こちらといいね、アートキーはもう不運を招く、まあ、廃墟の法則をその通りだと思っているということなんです。皆さんのおっしゃる通りだと思っているということなんです。この廃墟もいろいろございますからね、うん、私も言葉に気をつけないといけないですね。廃墟はまたですけども、例えばその産小屋にしましても廃墟になってしまいました、そこが悪いわけではないんですよね。例のあの人物ですよね、 O から始まるとか、ね、Y から始まるとか、ね、そういう人間が絡んできてなっていることなんですもんね。本当の廃墟は O と Y に起こることなんですよ、ね、大野さんと大野さんと Y 朝さんですかね、などに起こることなんですよ。ちょっとミスフォーチューン、ジェラシー、シーフ、なんかねこれ絵だけ見てたらもうそのままですよね。この危険と不幸、災難、それが起こっている、起こる、でこれは嫉妬、すぐ近くに激しい嫉妬する人間がいる、嫉妬、そして盗むなんですよね、奪う。だからこれ黙ってこの絵だけ見ていてもどのようにアートキーを見ているかが分かるんですよね。こんな感じ、こういう感じで起こっていることなんですよね。嫉妬して奪おうとして
そうして怒っていること、そういうことなんですよね。でもね、このカードの意味からいけば、これはもう完全に金銭的な損失、うん、それを表すんです。不幸と災いでしょ、危険でしょ、うん、でもね、情けないからまた嫉妬が出ているんですよね、うん、もうね、これはもう嫉妬し奪うものに災いあれっていう心境かもしれないですね、うん、エクレシアスティックメッセンジャーフォーリングウォーマン、また出ましたね。これキーなんですよ。これこれはキーなんですよね。外国人女性です、うん、外来一種のものなんです。でもね、今回これが出るっていうのは、これはね、聖職者のカードなんです。で、一時期は旧統一のことが起こる前によくこれが出て、なんでこればっかり出るんだろうと思っていたら、それが起こったわけなんですよね。ね、元首相が暗殺されて、そしてこれが出てきてっていうことになって、はーってなったんです。これが意味していたことは旧統一だったんだと。でも今はそれがどうかわからないです。外国人女性と言っているので、何か、外国人女性か、うん、これ何国かわからないですもんね、うん、でね、このメッセンジャーというのはね、その使いなんですよね、というふうに見られているんです。キリスト教で言うと、キリストの弟子なんですよね。使徒とか使い、使者、それがこれだって言って、なので日本の霊とか神はお怒りだと、神はお怒りだと、天才について、こんなものを持ち込んできているっていうか、そんな感じでしょうかね。まあ、そのキリスト教をこんなものがっていうふうに、ちょっとね、それはちょっといけない言葉ですね。そういう言い方はいけないです、すみません。それはちょっと違いますけれども、ただその神道のね、神道の皇室からすればっていうことなのかもしれないですね。そういう感じが出ているかもしれないです。だけど木ってそうですか、うん、確かに次から次へとね、まあ、大学や何かもそっち系ですしとか、そういうのはありますよ、うん、ありますし、この人間自体がまあまあね、フォーリングウォーマンなんですけれども、でもこれキリスト教かどうかはちょっと そこはね、どうなんでしょうね、違うような気もするんです、うんうん、ちょっと次いきますね。もう最後です。4。オールドウォーマン出ましたね。婦人ですね。Thief。これね、やっぱりね、これとつながっているかもしれない。こんな思いなのかもしれない。これ。だって婦人そうじゃないですか。こういうふうな、こういうものを持ち込んでいるんですよね。もう昭和天皇がまだおられた頃からこんなものを持ち込んでるんですよね、兵器の兵で、ね、なんかね、そのたたりみたいなものを感じるんですよ、ここが。もうなんか、この婦人がもう奪おうとしている、ね、婦人が奪おうとしていることに対するこのなんか恐れみたいな、怖いって思っているような感じ。971がですよ、もうたたり、もうたたりが怖いって感じですよ。本当に恐れ、これはもう先ほどから申しております、その畏の意の恐れの、そちらの恐れ、もう怯えているぐらいです。怖いっていう感じ、ここなんですよね、うん、これは廃墟の法則というものを信じているような感じ、その通りだと思っている感じがします、はい。でもね、やっぱりね、971の中での反、なんていうかな、その罪悪感、それはここには出てないですね、うん、そういう罪悪感はない。あくまで人事と思って非難しているような感じなんですよね。そういう感じですね、
それでは本日のリーディング以上にしておきます。ご視聴くださいましてありがとうございました。私はいつもいつも皆様のお幸せと愉快を応援いたしております。